岸防衛大臣はオーストラリアのレイノルズ国防大臣と会談し、自衛隊がオーストラリアの艦艇などを守る武器等防護を行うことで調整に入ったことを明らかにしました。自衛官による豪州軍のアセットの警護任務の実施に向けた体制構築に必要な調整を開始するよう、事務当局に指示をいたしました。2015年の安保法制で可能となった艦艇や航空機などを守る自衛隊による武器等防護は現在アメリカ軍のみに適用されています。今回オーストラリアにも対象を広げることで、東シナ海や南シナ海で海洋進出を強める中国を念頭に両国で協力して対応していきたい考えです。また対象国の拡大により武力衝突に巻き込まれかねないとの懸念があることについて、岸大臣は武力攻撃発生の恐れがある場合、速やかに警護の中止を命じるとしています。